パリ五輪レスリング男子フリースタイル6 5キロ級で金メダルを獲得した清岡幸太郎23イコール 3K 海運が15日までに自身のインスタグラムを更新現在の思いを綴ったパリオリンピック2024閉幕私にとって初めてのオリンピックが終わりましたと書き出すとレスリング競技にそしてオリンピックに夢を見て見せられて いつかは自分がみんなに夢を届ける側になるんだぞとそう考えながら、そう信じながら夢を叶えるその瞬間まで走り抜けてきましたと解雇。競技を始めて約20年間夢見てきた場所で金メダルをかけられるなんて、これ以上幸せなことはないです一歩踏み出す勇気を、そして夢や希望を皆さんに届けられたのではないでしょうか。と喜びを記した。また、 数えきれないほどたくさんの方々に支えられて、励まされてたどり着いたオリンピックの舞台に立った瞬間というのは、一生忘れられないものになりました。この場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございましたと感謝すると皆さんからの応援やサポートに、優勝という最高の結果で応えることができて本当に良かったですと続けた。試合を終えて、めちゃくちゃ多くの反響がありましたが、 お祝いのメッセージにはこれまでにない、感動した、ありがとうといった言葉をたくさんいただきました。お礼は僕が皆さんに伝えるべき言葉なのにですよ。と驚いたと明かすと試合をして感謝をされるなんて、一人のアスリートとしてこれ以上の頑張ってきてよかったと思わせてくれる言葉はありません。温かいメッセージを本当にありがとうございましたとつづった。まだまだ伝えたいことはたくさんありますが。 まずは結果報告ということでこれから少しずつ得た経験や面白かったことを皆さんと共有できたらなと思います。と結んだ。